ンちゃんの誕生日にフランスの学校に日本のケーキを持参。元パティシエのお母ちゃんがフランスで数々の作品を放出。クラスメートとマカロンちゃんの反応は？最後までご覧くださいね。ご登録もよろしゅー。2017年5月31日、京都でマカロンちゃん誕生。どうしたの？それから7年。今日は何？最後の6歳。あとは明日はマの誕生日。イエーイ。買ったプレゼント、どしらん、まだマノのお誕生日ない、けど、明日な、ラッキー、誕生日前日に事件が起こったのです。歯見て取れた見てここにある。ただネズミした。あ、かわいい。これはリボン。お父ちゃんネズミに電話。フランスでは抜けた歯を枕元に置いておくとネズミがお金のコインと変えてくれるという儀式があって、お父ちゃんはその報告。その夜マカロンちゃんネズミさんが来る準備。あ、マカちゃんこれあれなん？ネズミさんにあげんの？これえ、私本が持ってきるバスケマンの欲しいメラインメモデメンパパエラインメモデメンなんか？7歳。イエーイ。6歳さよなら。バイバイ。皆さん、新しいマカロンちゃんです。イエーイ。寝る。楽しみやな、あんたな。みんなバイバイ。はい、何かな。はい、おやすみ。大丈夫。そんなマカロンちゃんの今年の誕生日ケーキはこちら。実は誕生日の日に学校に手作りのケーキを持って行ってクラスメート全員と一緒に食べて祝うという習慣があるんです。最近はプリンセスが好きで、特に眠れる森の美女のオーロラ姫が好みだそう。だんだん盛り上がってきているパリオリンピックのマスコットも大好き。わあ、まあまちゃん、7歳。お誕生日
cadeau dans ma main, ça sera ce soir. Ah oui? Oui. Maman, le cadeau de ma main. ママ、前に大魔のんこして、うん、ママの感じで、実際、ボンマのん、目開ける。わかった？わかった。オッケー。まだやって。さあ、ご飯食べようか。な。あとは、ガン。キラーン。キラーン。ミル、あとはガクリ。バイブベロ。なんだ？え、ガット。歯磨いてもで、きれいなな。あの服切ってからしよう。な。うん、ケーキな。アキア。はい、まーちゃん。はい。じゃーん、じゃーん、いますね。Princesse papa. Non, mais... Ah, c'était mon princesse mignon. Frise. Oh, les gamins. Dosta kaite ta. Ah, chocolate de kaitai ne. Dosta kaite na. Maman. そんな顔してる？はい、お見舞いやって、はい、さあ、これ持っていかなかな。普通は焼いただけのケーキを持っていく保護者。さあ、学校での日本のケーキの反応はいかに？フランスの学校は日本の集団登校とは違い、親が車で送り迎え。フランスは3歳から義務教育なんです。おかえり。はい、うん、マノの友達美味しかった。美味しかった。ほんで、プリンセスどうだった？プリンセス何なんですか？男の子、プリンセスいらない、姫いらない。なんで？女の子、OK。あ、そう。あ、そう。男の子、ちょっと。え、でも、プリンセス、マルちゃん、どうやった？マルちゃんは好きやった？うん。フリーズも。フリーズも？急ぎ、急ぎ。OK!OK! 言うてた？学校の掲示板には、嬉しいことが書かれていました。その後レストランバーに行ったのですが、ここでも嬉しいことが起きました。何歳？あ、7歳親戚で集まって誕生日会をしたので、それはまた別の動画でお楽しみに。いいね、ご登録よろしゅー。いつもおーきに。ママにチューするんや。水ぶりや。